西武今井、自身の希望で背番号48に変更。西武は1日、今井達也投手の来季の背番号を11番から48番に変更すると発表した。今井投手が来季から背負うことになった48番は、今季で現役を引退し、球団スタッフに転身した武隈翔太投手が背負った番号だ。11に合ってたけどな、まあ本人の希望ならしゃあないか。11捨てるのもったいねえな。今井の背番号変わるとか誰も予想できんわ。ひなね怖い、シンプルに困惑。武隈引退で号泣で花束渡してたからな。これも怖いやろ。これはじゅない。武隈と今井ってそんなに仲良かったんか。花束贈呈で号泣、そんなに好きだったんだ。背番号を継ぐ、そんなに好きだったんだ。ほんままずはデジロムと思うよな。まさかの武隈だし、武隈の反応も面白い。武隈さんを知らない新人が48番をつけるぐらいなら自分がつけて恩返しがしたいってフルカウントの記事に出てたけど、こんなに武隈選手のことを慕っていたなんて全然知らんかったわ。武隈も独特の感性とワードセンス持ちだけど、さすがにビビっただろうな。